アスレディオ。さあさあ始まりました。アスレディオの時間です。おはようございます。おはようございます。さて皆さん、今日は誰に一番最初におはようございますって言ったでしょうか。なんかその人昔もしてました。しましたしましたしました。最近なんかスタバが46都道府県、47都道府県のなんかご当地フラペチーノみたいなやつをしてます。なんかやってました。東京はキャラメルフラペチーノコーヒーゼリーなんとかみたいな。コーヒーゼリー、そう、コーヒーゼリーが入ってて、千葉はみたらしなんとかで、みたいな。で、スタバの人に聞いたら、そこに行かないと食えないって、やっぱその県に行かないと。はいはい。これスタバマニアの全国制覇するやつが多分インスタあたりにそろそろ出てきて、いやー素晴らしいですね。何が素晴らしいのかって言ってます。まさか吉岡さん、僕ですか、何が素晴らしいか。スタバの戦略が素晴らしいってこと。スターバックスが46都道府県、7都道府県になってる。47じゃないですか。47都道府県、ご当地のそれぞれそこに行かないと食べれないなんかフラペチーノを作ったわけじゃないですか。うん、わー、なんかすごい。それも消費者代表意見じゃないですか。うん、何がすごいのかな。あー、何がすごいのか、うん、これをきっかけにみんながこのコロナ禍だったけど、あ、関係ないか。なんかその一つの なんていうんですか、こう事業モデルとか、うん、なんか一つの出来事っていうのを見たときに、うん、それで何を思うかって、その人がどこまで事業範囲というか影響範囲を考えているかなんですよ。はい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 。影響範囲っていうのは、まず一番中心には自分がいて、うん、で自分の周り、うん、こう同心円状になってくるみたいな、があるわけじゃないですか。うん、でなんか地域とかコミュニティがあって、うん、なんかそのエリアがあって、うん、で日本とかっていう社会があって、うん、っていうふうになって、うん、でそれが世界っていうふうになって、うん、地球グローバル地球、うん、で宇宙、うん、なったわけですか。うん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 。だからそれを見て、うわー美味しそうってのは、それ自分のことしか考えてないじゃないですか。うん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 。っていうとそういう感想になっちゃうわけです。うん。はい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 。だから地球環境の人がことを考えてる人からしたら、多分また考え方違うんですよ。うん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 。わー、そうですね。そうですね。僕は今その話を、47都道府県のスターバックスそこに2回食べられた話を聞いて、うん、うわすごいなと思ったのは、結局それ社会を動かしてて、うん、そのスターバックスは自分が儲けようとしてるだけじゃなくて、それによってあの地域間を移動する人が出てくると、うん、経済めっちゃ回るじゃないですか。うん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 。そうすると都道府、日本中の都道府県がスターバックスのおかげで儲かるんですよ。したらめっちゃスタバありがたくないですか、うん、あの日本からしたら、うん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 、っていう。そうですね、はい、普通はそこでなんかちょっと利益欲しくないですか。うん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 。いや、東京でも食べれますよとしたいじゃないですか。うんうんうん。確かに確かに確かに。だから自分が自分のことを考えてる、自分の周りのコミュニティのことを考えてるのか、それとも社会、日本っていうことを全部で考えてるのかで、全然その経営戦略が全く変わってくるんですよ。もしその経営戦略というか、その視野の狭い人がそのスターバックスのプロジェクトだったら、うん、46味食べれますよ表参道のスタバでってなっちゃうんですよ。なっちゃうね。確かに。そこ食べさせない、行かないと食えないっていうことをさせる。それは何にとってメリットがあるかって、日本にとってメリットがあるじゃないですか。っていうその日本に影響を与えてるっていう器がすごく素敵ですよね。うんうん。47色あるから素敵なわけじゃないですか。うん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 。甘いから美味しいわけじゃないですか。はい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 。っていうことを思いましょう。まあそうですね、だと思ったんですよ。だと思いました。そんなことなんじゃないかだと思ったんだよな。
だと思ったってずるいですよね。そうするとやっぱりその政治がどん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 スターバックス有利になってきますよね。そうすると熊本の議員とかに、うん、じゃあ今度はっていう話が通用してきますよ、ね、熊本の議員いやそうだよな、全国にあるもんな、すごいよな、何店舗あるんだろう。まあそんなことはさておいて、もう行きましょう。夜中にメッセージをいただきました。夜中のメッセージ失礼いたします。毎朝ラジオ楽しみに聞いております、ありがとうございます。収入の差についてアシナさんのご意見が聞きたいですと。ほう、女性ですね、珍しく女性から質問いただきました。同棲している彼氏と私の給料の差が8倍ほどあるって、これすごくないですか。すごい。どういうことだろう、8倍ほどありますが、うん、その事実をなぜか彼氏に言えない私がいます。彼女が稼いでると、そうみたいです。うん、彼は一昨年未経験から施工管理過去現場監督への職へ転職をしており、うん、最初の数年は年収が250〜300万円、40代になると500〜600万となる業界のようです。うん、毎朝6時起き、帰りは21時過ぎで仕事に向き合う彼を見ているとシンプルに尊敬していますが、余計に自分の収入について言い出せない私がいます。うん、同棲をしているので生活費は折半しているのですが、家賃などは私が持つべきと最近考えていますが、何と言い出せばいいのか悩んでいますというお悩みの質問ですね。いやー難しいですね、その経済は。8倍稼いでって、これ年収2500万ぐらい稼いでるってことですかね。いや1500万ぐらいです。そういうことか。多分彼氏は200万ぐらいじゃないですか。うん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 、あーまあまあまあ、まあ、20万。だって、その人の施工管理の仕事が何歳でいくらって言ってました？最初の数年が250〜300万、40代になると500万。最初の数年が250〜300万ぐらいですか。250万ってことは、月の手取り17万、16万ぐらいで。手取りで言うと、はい、そうっすね、額面で20… だから額面で20万でしょ。うん、手取り15、6万じゃないですか。そうっすね、そうっすね、そうっすね、6万、7万ぐらい、そうっすね。結構引かれちゃうから、だからそれも職業選択ですけど、ね、まあそう、彼がその職業選択を自分でしてるわけじゃないですか。なんで転職したのかちょっと分かんないですけど、未経験でね、彼女の方がまあ稼いでると8倍ぐらい、うん、言うべきなんですけど、どうですか、私の方が稼いでるって別に言う、別にそんなの言わなくていいんじゃないですか。そうですよね、だって僕が例えば女性と付き合って、いやあなたより僕の方が稼いでるって言わないですよ。それ言う必要もないし、言わんで、付き合うんだったら家賃払うしみたいになるって言いません。ああ。え、家賃だって男が1600、じゃあ男が2000万稼いでて、うん、彼女が200万じゃないですか。うん、うん、彼氏の収入は2000万円です。うん、彼女の収入は200万円です。うん、彼氏が悩んでます。うん、いや今家賃折半してるんだけど、これ僕が払った方がいいのかなって聞いたら、あなたはどう思いますか。いや払えよって全員言うんじゃないですか。ほとんど あの調査をしたら、はいはい、それで払わないとかケチだって言うわけ。でもこれ男女が逆になった瞬間に女性がみんな意見を変えるわけですよ。それそうですね。じゃあ女性が2000万、彼氏が200万、うん、だったら、じゃあ世間の意見はどうなるかって言ったら、おそらく多くは彼氏はもっとじゃあ頑張って稼ぐべきだ、うーん、っていう意見は絶対その男女の逆の場合と大変結果変わってくると思うんですよ。なんだろうそれ。そうですね、そうですね、それ男女バイアスがすごいかかってくるんですよ。うーん、でも僕は家賃折半はすごい正しいと思いますよ。2000万だろうが200万だろうが、うんうん、一緒に住むってことを決断してるんだから、まあ生活費と全部こう切り分けてね、それがまあなんだろう、健全な関係というか感じですか。健全な関係とかじゃなくて、だって同じ部屋の権利を2人で所有してるんだったら、それは 2
2人イーブンにしたいんだろう、そうなります。本当に平等だって話だから、でもそれ彼女が家賃払ったらその部屋は彼女のものになりますよ。うん、そうですね、確かに確かにそうだわ。そしたら彼氏は居候じゃないですか、うんうんうん、そしたら世の中は、え、何その居候の彼氏、うん、彼氏居候なの、うん、男友達とか、お前もっと頑張れよとなるわけですよ。これ逆だったらそれおかしな話です。彼氏が2000万稼いでて、うん、彼女が彼氏が住んでる家に住んでる、え、何お前それ居候なのってなんなくないですか。なんないな、なんで、いい彼氏捕まえたねってなるじゃないですか、うん、それ逆だったら、うん、え、お前いい女捕まえたな、お前仕事しなくてもいいじゃんってやったら、なんか、え、何その男クズじゃないってなりますか。なる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 、おかしいんですよ、おかしいわ、おかしいんですよ、僕はもうこれをずっとおかしいって思う。だから僕はもうずっと言ってるのは、うん、女性が稼いだら全て回復するんですよ。だからもう稼いでる女性しか勝たん。僕マジで女性に稼いでほしい。女性が稼いだら世の中の問題全て解決されます。あらゆる問題が、あらゆる問題が、あ、逆に言うと、じゃあ女性が稼げてないことで起こってる問題がもうめちゃめちゃあるっていうことですね。いや、男女間の問題は女性が稼いでない、いや、もっと根本的な話をしたら、男性が女性に稼がせていない、うん、っていうことで問題が起きる問題しかないです。あ、要はオスっていうのは、うん、その劣等民族なんで、だから女性っていう強い民族を迫害することによって、うん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 、男性優位の社会を作り上げたわけですよ。だから本当は能力のある女性に稼がせないっていうのが先進国社会なわけですよ。でも最近のもっとやっぱ日本よりもっと先進国のヨーロッパとかアメリカとかだと、うん、女性に稼がせるべきなんだっていうやっぱ賢い女性が出てきて、うん、女性の社会進出っていうのがこう繰り広げられてるんですよ。社会進出までも既に平等なはずなんですよ。でも女性が稼ぐようになったら生態系はかなり崩れますよ。ああ、そうかそうかそうか。だってこれ逆やったら大変ですよ、うん、女性は大体20代の女性はもう口を揃えて、あ、まあ年収1000万ぐらいはないとって女性がみんな言い始めて、うん、男が全員、まあ結婚したら仕事辞めればいいよねっていう社会になったら、うん、これ大変なことなんですよ。結婚したら仕事を辞めればいいよねっていう男って何の魅力もなくなっちゃうんですよ。そうですね、確かに、うん、何のそうですね。そしたらもう男は稼ぐかよっぽどアスリートか、うんうんうん、しかもう価値がなくなっちゃう、価値がなくなっちゃうんだ、あってなるとやっぱ室伏が生き残りますよ。そうですね、はい、だって女性はその男に頼らなくても生きていけるんだったら、うん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 、男が浮気した、男が DV したらもう一瞬で家を追い出します。でもやっぱ経済的に、え、子供が生まれてる間に仕事ができない、うん、とか、え、私が収入低くてこんないい家に暮らせないっていうので、いろんなそういう経済的な事情があってつなぎ止めてるものは多いと思うんですよ。確かに確かに確かに、あ、それを女性がお金を稼ぐことができて、自分でなんかいい家住んで、うん、自分でお手伝いさんとかを雇うことができて、自分でブランドのカバンを買うことができて、自分で美容とか化粧品に金を使うことができて、うん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 、そんなもう女性から男を取っかえ引っかえしますよ。そうですね、そうですね、はい、あ、立場逆転するわ。そうなんですっていうことを、もう大昔にそういう問題もめちゃめちゃ起こったわけですよ。で、それを先進国の人たちは歴史の教科書を乗り換えて、うん、一夫多妻制だっていうことを言ってるんですけど、 あれはオスが強いんじゃなくて、うんうんうん、メスが強いんですよ。だから複数人の女性で一番子孫をこいつ残すべきだっていう男をシェアしてるわけですよ。男を飼ってるわけですよ、うん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 、で、それ以外の男は、お前だって弱えじゃん、いらねえよって言って迫害されるわけですよ、うん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 、だから一夫多妻が生まれるわけですよ。それを現代から見ると男が強くて、うん、女を携え従えてるっていうふうに見せるじゃないですか。あれは誰が作ったかっていうと
男がそういう風に作ったんですよ。でも女性が言うんやったら教科書とかそれが変わって、うん、一夫多妻じゃなくてその なんて呼ばれるいいのそのうん、そうですね。男はただの、うん、あの種であり、うん、性奴隷でしかない、うん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 、っていう話になります。はい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 。だから女性は独立していて強いんだ。全然話変わってきますね。だから動物の世界っていうか、まあ、人間の世界はほっとくと一夫多妻制になるんですよ。だからそのまだ秩序がない世界では一夫多妻が普通じゃないですか。で先進国だけが要はその文明を作って、うん、オスがメスを迫害することによって、うん、ようやく男女男と女の数を合わせましょうっていうふうになってきたわけですよ、やっと、うんうんうん、そうするとガリガリの人でも頭が悪くても、うん、収入がなくても、うん、なんとか一人の女性を見つけることができる可能性が増えてきたんで、うん、男が助かったよねって話になってきました。はいはいはい。これは僕がもうずっと言ってるのはもう動物の基本は一夫多妻なんで、ありがとうございました。